なんだか一斉に LCP 採用のイヤホンが増えてきたような気がする。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、EPZ の新商品、EPZ91 Pro。そう、EPZ 人気商品である、EPZ91 の、後継機。だと思った？うん。別物なんだ、すまない。とはいえ、EPZ 自体に評価が高いブランドとしての安心感があるし、実際、今回もしっかり作られていたので、そこら辺は安心して購入できるぞ。さて、EPZ91 は、装着感の良さ、高品質な外装部品、そして、それとは裏腹の低価格、と、豊富な魅力を持ったイヤホンだった。13mm の大型ダイナミックドライバーに、チタンコートが施された振動板を採用、大型ゆえの臨場感のある低音域と、それに負けない高音域、そして、意外にもパワフルになりすぎない、弱ドンシャリくらいのバランスのイヤホンで、取り回しやすく、安価で、見た目も良く、そして、音質も良いと、すべて高レベルにまとまった、素晴らしい商品だった。今回の91 Pro は、採用されているドライバーをガラッと変更しているので、単純に91の後継機というよりは、EPZ の他の商品に近い仕上がりになっているな。今回採用されたのは PULCP という素材、複合振動板だけど、どちらも性質の異なる樹脂素材の組み合わせの振動板だ。サイズは 10mm で、中国系のイヤホンの定番サイズに変更になった。振動板は小型化したわけだけど、10mm サイズの振動板は、それでもイヤホンとしてはかなり大型の部類に入る。もちろん、低音域の表現力も、平均より高い仕上がりなので、そこら辺は心配しなくて良いと思うぞ。この LCPPU の振動板を採用している EPZ のイヤホンは、僕が触ったものだと、ゲーミングモデルを名乗る EPZG1。それから、EPZ とキプシーがコラボした、スター1も、この素材の振動板を採用しているはずだ。G1 はわかりやすく、元気なドンシャリ。スター1は、より中低音域に重みを持たせつつ、高音域は結構持ち上がる、という、個性的な仕様となっているんだけど、今回登場した91 Pro は、最もオーソドックスな仕様になっている。派手さや個性よりも、よりバランスよく仕上がっていて、音色としては、実は91にかなり近い仕上がりになってるんだよな。その意味では名前を継ぐのも確かに妥当なのかもしれないな。91 Pro と91は、そんな具合に内部構造は違うんだけども、音色としては結構近く仕上げている、というのが分かった。LCP は、もともと金属コーティングなどで、高音域を補強していたイヤホンの振動板を、LCP 単体でも、優れた高音域と豊かな低音域、そして、美しい中音域を実現するために使われ始めた素材だから、決して、チタンコートの振動板とどちらが優れている、ということはない。各 LCP イヤホンは、割と弾力性のあるサウンド、特に中低音域一辺倒なところがあったんだけど、最近の LCP イヤホンはそんなこともなく、LCP イヤホンが好まれる原因だった、中音域以下の弾力性については、最大限保ちつつも、この音色の周辺の解像度を失うことなく実現しているので、最近の低価格モデルのチューニングが、いかに成熟したかを伺える状態になってるな。その他にも、プロになって大きく変化した部分もある。フェイスプレートは美しい。EPZ 製品は低価格モデルでも、大変素晴らしいシェルデザインと仕上がりを持っているんだけど、今回の91 Pro に関しても、それは同様のことが言えるだろう。複雑に絡み合った色合いの混じった、星空のようなラメの幽体を閉じ込めたようなフェイスプレートは、ドライバーが小さくなったことによって、価格以上の価値をもたらしてくれると思う。写真でもその良さがよく出てるな。ちなみに、外装も、EPZ91 ではなく、EPZG1 と同じ寸法を採用しているので、やはり91と同様の装着感ではない。91より、装着感も改善しているので、91が大きいな。と思っていた人には朗報だ。それ以外の人には、装着しやすいイヤホン、と言えると思うぞ。91と91 Pro のもう一つの違いは、付属のケーブルの品質が一気に改善したこと。91 Pro では、OCC を使用したケーブルが付属する、ナイス HCK リッツ OCC とかの、別売ケーブルに近い仕様で、3.5mm 波だったらそのまま使用できるな。OCC 線はおとなしく、しっかりとバランスの取れたケーブルなので、EPZ の LCP の中で、最もおとなしい傾向を持つ91 Pro の性能をしっかり引き出すのに向いているな。せっかく良質なケーブルが付属するので、今回は、EPZ91 Pro を、標準ケーブルで聞いた時と、それから、他のアップグレードケーブルで聞いた時の2つのパターンに分けて楽しんでみよう。まずは標準ケーブルから、91 Pro の音質は、落ち着いている。それでいて、高音域側もしっかりと出るな。91 Pro 標準のケーブルも取り回しも良く、音質としても、
十分に性能を発揮しているように思える。過去のモデルに比べて、ケーブルによる限界を感じることがないぞ。LCP ドライバーらしく、低音域の沈み込みは素晴らしい。特に、サブベースを強調した曲で顕著。さらに、ベースでも力強い響き方を体験できる。金属質さはあまり出ないかな？優しめの LCP 振動板のイヤホンらしいサウンドだけど、初期に出たモデルのように、弾力感全振りな感じはない。91 Pro よりも G1 の方が元気なので、元気なサウンドが欲しいなら、同じ LCPPU の G1 がおすすめだ。個性的でも音色の良いスター1も選択肢に入るな。銀メッキを OCC1000 に変えて、引き続き聞いてみよう。個人的には、メリハリ的にはこっちの方が好みだけど、全体のバランスを重視するような曲だと、標準ケーブルか、乗り換える時にもメッキ等が施されていない。標準的な単結晶銅ケーブルに乗り換えるのが良いだろうな。銀メッキ線に変えると、ハキハキした高音域も実現できるようになるので、低音周辺が深くて、それ以外の部分もしっかり盛り立つイヤホンが欲しいとき、91MAX はとても美しい選択肢の一つになると思う。ちなみに、この銀メッキ線装備の状態で、現ハイハイの C3 とかに近い仕上がりになるぞ。LCP はライバルが多くなりつつあって、差別化が難しいジャンルの1ダイナミックドライバーモデルになりつつあるんだけど、今回の91 Pro は、その中でも、美しい見た目と、ケーブルにしっかりとコストをつぎ込んだ、お買い得なモデルとして、印象に残ると思う。現在、EPZ には、91 Pro、G1、スター1の3種があって、どれも1万円以下で狙える機種なのも嬉しいな。個人的には、個性派なイヤホンが好きなので、スター1が一番好きなんだけど、君はどれが一番好きそう？EPZ、本当にここ数年で一気に知名度が伸びてるんだけど、実際にはそれ以前からしっかり活動しているメーカーなので、安心して挑戦してみてほしい。多分そのまま沼にズブズブになるからな。といったところで今回はここまで。